おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日からこちらの小倉瀬エピソード4やっていきたいと思います。なんかタイトル画面がずいぶん変わりましたね。あれだよね、前までその 1,2,3 まではさ、映画のさ、黒帯のなんていうんだっけ、あれレターボックスっていうんだっけ、あれな感じだったんだけど、今回はそれがなくなってます。そしてゲンジ君とメグちゃんの足らしきものが映っておりますね。で、小倉瀬これまで 1,2,3 とやってまいりましたが、今出てるのはこの4で最後になります。まあ最後に出たのがね、6年ぐらい前なのかな。で、なんか今作者さんが新作というか、まあまた違う人目線の物語、この小倉瀬のね、違う話を書こうとしてるみたいなので、それを楽しみにこのエピソード4もやっていけたらなと思っております。ということで、じゃあ初めからやっていきましょう。おーっと、なんだ、固まったぞ。頑張れリポリン、頑張れ頑張れリポリン、頑張れあーよかった。私の名前は池袋リホ、秘密組織のメンバーよ。ちょうど依頼が終わってホッとしてるところ。さあアジトに行こうっと。私たちの組織、小倉瀬のアジトに。さあアジトに行こう。この建物の3階一番奥、突き当たりの向こう側。オッケー。ようこそ私立羽里高校へ。早速秘密組織小倉瀬メンバーの池袋里穂を操作しよう。うん、これは大丈夫です。もうバッチリです。もうね、エピソード 1,2,3 とねやってきてるんで、もうマップはね把握しました。完全に特別化だけ微妙です。ヤッホーリーダー、こんにちは。いるのはリーダーだけですか？ああそうだね。今回も大変でしたね。リーダーも焦ったでしょう。別に計画通りさ。メグさんが起点を聞かせなかったら失敗してたと思うな。まあメグは頼りになるね。ねえ、ずーっと気になってたんですけど、聞いていいですか？何？リーダーとメグさん、小倉瀬の掟を破ってないかって。小倉瀬に掟なんてあんの？何？あれかな？恋愛禁止とかかな？つまり、リーダーたち付き合ってんです？これ最初リーダーっていう風に書かれるんだね。秋葉源氏じゃなくて。そんな風に見える？見える時もあるんじゃないですか？いやそんなんじゃないんだ、僕ら。そうなの？なんでよなんでよって。いや、付き合ってるように見えるけどね。へえ、ほんとかなぁ。あ、でもなんか付き合ってるっていうよりかは、ゲンゲンとメグちゃんは、なんだろうなぁ、お見合いして、結婚して、こう、ゲンゲンの方が強い風に見えるけど、後ろでなんか支えてるメグちゃんの方が強いみたいな、そういう関係性なイメージがある、私はね、勝手に。僕なんか、メグのことを恐れてるんだから、いつも。そうなんだ。リーダーが？まさか、メグさんは部下でしょ？いやいや、逆でね。じゃあ話してあげるよ。なになに？リーダーとメグさんが出会った時のこと？僕が一年生だった時の話さ。うわー、聞かせて聞かせて！うん、聞きたい。聞かせて。リーダーとメグさんの出会い、どんなんだろう？右上がオレンジ色に変わった。これは OK ですね。みんなもう分かってると思います。ここまで見てきてくれてる。みんな今まで見てきてくれてれば、このオレンジ色に変わったりとか、操作キャラ動かせないだとか、人変えだとか、そういうのは分かると思うので、これは読みませんと。じゃあ、人変えで、あ、メグちゃんに変えるんだ。あ、ゲンゲンじゃなくてメグちゃんか。OK。はい、飯田橋メグ。の、あれか、立ち聞きしてたのかな。リーダーと出会った時のこと。リーダーと私が出会った1年前のこと。うん。この世界はくだらない。これメグちゃん。あ、メグちゃん。かわいい三つ編みだったんだね。今日から我が、羽里、ババ。今日から我が羽里高校特別科に転入の水道橋メグくんだ。あ？あ。へえ、水道橋っていう名字だったんだ、もともと。名字がじゃあ、
変わったんだね、飯田橋にね。もう水道橋だとか、飯田橋だとか、ゆらちゃんとかだと新橋だから、ちょっと、橋が多いな、この、キャラクターたちは。よろしくお願いします。かわいい。目がちゃんと開いてるし、なんだろう、なんかこう見下されてる感たまらんね、なんかね。あ、待って、特別買ってた遅いわ、反応が。え？あ、あれ？メガちゃんって普通科じゃなかったっけ？あ、もともと特別科だったの？メガちゃんって。へぇー。誰も自分のことだけ考えていればいい。水道橋、メガネ男子、ほう。あなたは？俺は、田畑ガモだ。特別科じゃ一応成績いい方だ。そう、田畑くん、よろしく。なんか、今のメグちゃんよりももっと不愛想な感じするね、このメグちゃんはね。俺さ、一応成績トップクラスをキープしてるからさ、わからないことあったら聞けよ。ありがとう。くだらない自慢をする男。この狭い空間で、自分が一番優れていると思い込む男。合ってたかな今。ちょっと、見逃しちゃったかもしれない。俺、職員室で聞いたんだけどさ、水道橋もかなり頭いいらしいな。いいえ、私は全然。謙遜するなよ。転入試験の成績も過去最高だったらしいぞ。私は結果を聞かされていないの。どっかの教師をうならせるってすごいんだよ。これからも頑張ろうな。頑張る？何を？勉強に決まってるだろ？名門、羽里特別科へようこそ。特別科か、やっぱり。くだらない。大人の用意する、解けるパズルを解く子供。本当にくだらない。こんな場所、すぐに去ることになるだろう。そう思っていた。あの時までは。スクロールが早いよ。読めてたかな、ちゃんと。はっ！ガランテ、ドロミズプレゼンツ。小倉瀬ザ。エッチパンティノブラ。あら、エッチ、全部エッチ。ちょっと待って、オープニングどうなってんの？全然違うオープニングだね。素敵。 BGM もなんかエロいし、この足もエロいし。あら、これ全部メグちゃんなのかな。え、このフォント可愛いんだけど、読めないけど、パッと読めない。まあでもシナリオとゲームデザインはガランテさんがやってくれたよっていうね。グラフィックはドロミズさん。 この辺は読めるわ。これ髪ほどいたメグちゃんの姿で、これが三つ編みにしてるメグちゃんの姿。かわいいんだけど、てか外が雷になってるんだけど大丈夫かなこれ。めちゃめちゃいい、この BGM とグラフィックとオープニング。エピソード4、なんかごちゃごちゃ言っちゃったわ。少し歩き回って雰囲気を知っておこう。日々どう演じるべきかを知るために。なるほど。普通にいろんな顔をして生きてるって感じかな、めぐちゃんは。どっかの中を一通り見ておこう。オッケー。この教室は別に見れない。他の教室も別に見れない。お、どうした？あら、あなた、転入してきた子ってあなたかしら？あ、はい、来たばかりなんです。そう、この学校は厳しいけれど、早く馴染めるといいわね。ありがとうございます。私、同じ学年よ。堅苦しくせず、気軽にね。そうなの、私、まだ友達がいないから。やっぱなんかちょっと雰囲気柔らかくなるよね、一人でいる時と人と喋ってる時と。きっとすぐにできるかな。特別科の人たちってまるで他人に関心がないみたい。そうね。あ、めっちゃ外がうるさい。あ、でも普
通科の人たちは付き合いやすいわよ。そう、あっちの方が楽しそうね。こっちは勉強するにはいいんだけどね、規則が厳しいから。規則？恋愛まで禁止されてるのよ。禁止するようなことじゃないと思うの。女子生徒がだんだん滑舌悪くなっていく。え、そうってか、え、すごいセリフスルーしちゃったけどさ。あ、特別科ってもともと恋愛禁止なのか。え、2年生になった、そのゲンゲンとメグちゃんのあの、今の世界線では恋愛禁止じゃないのかな？どうなんだろう。恋愛ってとても大事よ。私たちの女子語用だね。えへ。通過には恋愛成就のおまじないがあるんだって。A、B、C。それを唱えると必ず恋が成就するって。指摘。今、セリフが緑色で表示されただろ？これがことの葉だ。オッケー。ごめんね。そろそろ行かなきゃ。あ、私こそ引き止めてしまってごめんなさい。じゃあ。くだらない。愛情に理由も意味もありはしない。勉強史上も恋愛史上もどちらもくだらない。早くこの階を立ち去ろう。オッケー。あ、なんだこいつ。なんかいる。なんかいるよ。屋上に行こうとしてるのかなこれ。この上、屋上は立ち入り禁止のはず。くっくっ。自分が特別だと思うなら。ついてこい。誰？一人屋上に上がる彼を見た。その瞬間が全ての始まりだった。あの男、他の生徒とは違う。あの男を追いかけてみよう。誰？は？女がのこのこついてきやがった。あんた誰で？私を侮辱するつもりの男に名乗る気はないわ。へえ、俺の考えてることがわかるんだ。すごい、すごい。ええ、人を見下した目。誰も信用していない冷たい目。あんた面白いね。ちょっと興味出てきたよ。そう。ちょっと早いよ！スピードが。八王子蓮、俺の名前だ。これで教えてくれるかい？メグよ。だぁ？なんかすげえやつ出てきたな。これどうなってんの？あ、これマスクか、普通に。マスクのあの、シワシワの部分が口に見えたわ。レン君ね。どうしようかな、声。新キャラが続々と出てくるな。名字は？聞いても意味はないわ。ますます面白いね。俺好みの女だ。あなた、授業には出ないの？ああ、俺は授業に出る必要はないんだね。あなたも特化の生徒でしょ？勉強は大切なのではないかしら。勉強？なんなん、洗脳だよ。従順な奴隷を作り出すための。へりくつを言う人間は嫌いよ。みななんとなく、誰が、いや、過去の支配者の作ったルールを、これなんて読むの？これなんて読むんだ？これちょっと調べるね。これ踏襲って読むらしいです。それまでのやり方を受け継いでその通りにやること。はい、じゃあ私一つひなぴよの頭が良くなったところで読みますね。みななんとなく、誰が、いや、過去の支配者の作ったルールをみな踏襲し、それに従う。ああ、クソみたいなつまらない世界だね。秩序ある世界に生かされていること、もっと感謝したらどうかしら。そんなこと、これっぽっちも思ってないだろう。何よりお前自身が。ルールは必要だね。だがそれを操るのはこの俺さ。ルールに生かされたい人間は俺のルールに従えばいい。ああ、素敵だ。本気？支配者はみんな同じことを思ってる。俺は狂ってるかい？いいえ、身の程知らずなだけ。他人を支配できる人間は
そうはいない。そうだ。確かに、言うだけなら誰でもできる。じゃあ見せてやろうか。人の運命を操る様を。メグの頭上に吹き出しが現れた。彼女は何かを思い出そうとしているのだ。さあ記録したことの葉を使ってみよう。オッケー。この男、人の運命を操れるというの？そんな力を持っているようには、とても。これ ABC の話？あ、違うか、こっち？あの男、他の生徒とは違う。こっちか。ええ、見せてちょうだい。そうだな。あいつにするか。あんたが望めば、あいつの命も奪えるぜ。ダメよ。人を殺すだけなら、どんなに愚者でも、どんな愚者にでもできる。じゃあ、あいつを孤独にするのはどうだ？少しは難しいだろう。いいわ。よし、メグ、見ていろ。うわぁ、外がすごい。大丈夫かな？外明るいんだけどな。明るいけどめっちゃ雷鳴ってる。特化のバカ二人を使い、あの教師はいつも体育館に。いつも満杯のゴミ箱。俺がここで丸めた紙切れを投げる。それで終わりだ。愉快愉快。いいわ。私も手伝ってあげる。ふん。じゃあ簡単だ。お前は使えそうだからな。ならば。うんうん。うまい。なんか食い始めた。このバナナの皮を体育館横のゴミ箱に捨ててくれ。それだけでいいの？ああ、それだけだ。さあ、急げ。ショーの始まりだぜ。いいわ、レン。あなたの望み通りにしてあげる。何を考えているかはわからないけれど、体育館横のゴミ箱にバナナの皮を捨てる。オッケー。そうか、なんか、特別科にもゲンゲンみたいな人がいたってことか。あ、そっか、あれか。特別科って4階建てだったね、そういえば。はい。体育館裏ね。体育館裏は、てかあれだよね、特別科の人たちもさ、ここの体育館まで来てるってことなのかな。お。この先に気配を感じた。気になるわ。え？胸像の視線の先。そこの茂みで何かの気配を感じた。なるほど。この上に潜んでいるのかしら。森の中に誰かが潜んでいる。ここ？ちょっと待って、はい。逃げてしまったようね。森の中に、砦が。砦が？少し調べてみよう。これ何？これ何？これは、なかなかいい武器ね。これがあれば、一個師団とも戦える。え？どういうこと？これ以外はガラクタばかり。もうここを出よう。なんかこれ、銃かな？あの、漁師とかが使う銃かな？これ。森を出よう。レンの言う通り、体育館裏のゴミ箱にバナナの皮を捨てる。わかった。人替えで、うっかり男子。なんかかわいい。ちょっと待って、メグちゃん、メグちゃん。あ、もうこれしか出てないんだ。特別科2年、ミステリアス少女、水道橋メグ。なるほどね。じゃあ、うっかり男子に変えよう。さてと、復習の前に売店で飲み物でも買うかな。うっかり男子。鼻に絆創膏つけてるタイプの男子ってなんかちょっと間抜けなイメージあるよね。あて！なんだ？紙？胸像の下にあるくぼみにいいものが隠されているって？行ってみるか。胸像にいいものが隠されてるって、いいものってなんだろうな？まさか。何これ？行けないんだ、ここ今。塞がっちゃってるわ。何？エロ本とかかと思ってるかな？もしかして。胸像の下ってここでしょ？あ、違う？くぼみってここか。胸像をずらして、いや、重い。
相当動かさないとくぼみが見えないぞ。もうちょっと動かし。お宝があるに違いない。うっかり男子、特別科2年。行動力がある。しかし、ドジも多い。勉強、はっきり言ってできない。スポーツ抜群。あ、スポーツ推薦で入ったのか、特別科に。なるほどね。好奇心旺盛、絆創膏、傷ができると、貼られてしまう。あ、なるほどね。ボタン、開けている、閉めるのが面倒。先生に言いつける女子が鬱陶しい。はぁ。まあ、なんか、こんなになんか詳細に書いてあるってことは、ちょっと関わってくるのかな？どうなんだろう。じゃあ、めぐちゃんに帰るか。バナナの皮、はい、捨てに行きますか。はい。ちょっと話しかけていいかな？どうも？どうも？あ、話しかけられないわ。これ誰？あ、今誰にも話しかけられない。はい。で、ことの葉かな？これ。あ、違う、間違った、これだ！このバナナの皮を体育館横のゴミ箱に捨ててくれ。え？違うの？あれ？あ、そうか、ここの向きからしか入れられないのか。ここにゴミ箱の、間違った。ここにバナナの皮を捨てる。けれど、ゴミ箱はゴミで溢れている。仕方がない。ゴミの上に乗せておこう。レンの言う通りに。うわぁ。リーダーの言う通りにみたいな感じ。あ、ゴミ捨て女子だ。これさっき話しかけようとした後ろ姿の子かな。あ、来た来た。かわいい、この子。ああ、また誰か捨てに来た。体育館横のゴミ箱、もう処分しなきゃ。誰も処分しないから、いつも私ばっかり。もう。体育館横のゴミ箱を取りに行きましょう。オッケー。はい、どうも。これのせいで体育館の中まで虫が出て、部活動に支障をきたすのよ。さあ、こぼさないようにゆっくり持っていかなきゃ。運動場の向こう側のゴミ収集所にゴミを捨てに行かなきゃ。なるほどね。あそこね。もう今まで行ったところがいっぱい出てくるね。ちょっと一回この子の、お、特別科2年。同じクラスの男子、気になっている。なんだこれ。後にその男子のために命をかける。かっこ、それはまた別の話。え？なんだ？絆創膏を持ち歩いている。面倒見いい。勉強苦手。かっこ、落ちこぼれではない。ん？また別の話であるのかな？でも、あれだよね。もう出てないもんね、エピソードがね。そっか、でもあれだよね。絆創膏持ち歩いてるっていうタイプだから、あの、うっかり男子に、絆創膏貼ってるのはきっとこの子だろうね。ちょっと一回セーブしようか。はい。で、ゴミ捨て場ね。オッケー。あれ何してるの？よう、ちょっと調べ物しててな。ちょっと待って、声忘れちゃったわ。よう、ちょっと調べ物しててな。もうこれでいいか。またバカなことしてるのね。この間も先生に怒られたのに。うるせえな。ゴミ運んでんだろ。早く行けよ。何よもう。人が好意で注意してあげてんのに。おお。あ、なんか出てきたぞ。これは、やっぱりエロ本だ。あ、そんな本を隠してるなんて、不潔。え、いや、これは、俺じゃなくて。変態！変態！なんてもの隠してるのよ。男子って不潔。あ、魚住先生だ。魚住先生のエロ本じゃねこれ。よーし、今日も体育館の見回りするかな。あれどうなんだ？違うのかな？ただのいい先生かな？うわー！やばー、外！ちょっと、一回ここで終わらっか？ちょっと待ってね、魚住先生が終わったら今日はこれで終わりますね。怖いから。おい！またいたずらしてんのか？やべ、逃げろ！私のせいにしないでよ！声、こっちの方が合ってる気がするね。こら、待て！いたずらばっかりしやがって、説教だ！
エロ本見ようぜ、エロ本。エロ本見よう。エロ本。見えない。あ、バナナの皮も置いてある。バナナの皮とエロ本が一緒になった。どこ行ったんだよ、あいつら。ったく、あんな重い胸像をずらして、持って帰るつもりだったのか？レン、これもすべて、あなたの計画なの？チェ、パン売り切れ。しょうがない、校舎に戻るか。あれは、レンが狙いを定めた男子生徒。彼が胸像の方に向かおうとしている。この後何が？何か胸騒ぎがするけれど、とにかくレンの元に帰ろう。オッケー。うわ、びっくりした。あ、助けて。え、何、胸像に、潰された？大丈夫かな？正門の方から聞こえた。行こう。正門の方から叫び声が、レンの仕業かしら。ちょっと待って、じゃあ一回これでセーブして、ちょっと雷が怖いので、今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。なんか、まあ、全然ゲンゲンとかはまだ出てこないけど、このメグちゃんの、この1年生の時のビジュアルがマジで可愛いんだけど。今もね、もちろんいいけどさ、この頃のなんか、高い位置に三つ編みしてる感じが、もうなんか、ね、可愛い。似合う。もう、これ似合う人にしか似合わないから。いやー、だから、このレンってやつとどうなっていくのかわかんないけど、ゲンゲンと奪い合いするのかな？楽しみですね。では、また次回。おつきよでーす。